季節は巡り、四天王寺の伽藍に雪花が舞います。四天王寺は推古天皇元年、仏教を伝える我が国最初の寺院として聖徳太子によって創建されました。三号を荒墓さんと呼び、本尊は久世観世音菩薩です。元旦から始まり14日の間、国家安泰、五穀豊穣を祈願する法要のケチ岩日に行われるのが、信仰と心身を鍛錬するスポーツのドヤドヤ。威勢の良い声が六時堂にこだまします。しぶきが飛び散り、熱気が伝わります。暑さ寒さも彼岸まで、四天王寺は春の彼岸夜に参拝する老若男女でにぎわいます。亀の井では死者の霊を供養する経木が流され、人々は手を合わせます。春爛漫、うららかな陽光が境内にあふれます。旧暦の2月22日は聖徳太子の命日にあたります。太子の御霊を慰める法要に奉納する日本最古の舞楽は、千数百年にわたる伝統行事でもあり、小七力の音が石舞台に響き渡ります。
炎天の日も落ちて、裏盆の釣り灯籠が風に揺れ、先祖を供養するろうそくの火が境内を埋め尽くします。ようこそ万灯供養法要にお参りくださいました。少量の冥福を祈り、家族の繁栄と安泰を願う人々に読経の声が流れ、辺りは幻想的な雰囲気に包まれます。裏盆が終わり、秋の彼岸へも過ぎて、早大晦日。除夜の鐘つきを待つ長い列、人それぞれにこの一年を振り返り、百八つの煩悩を払います。鐘が響き、年が明け、参拝の人々は明るく健やかに暮らせる一年であるようにと祈りを捧げます。そしてまた季節は巡るのです。